リングスイギリスリー・ハスネルです。静かな表情でやってまいります。1回戦ゲオルギー・トンコフを飛び膝蹴りでノックアウトに下しましたリー・ハスネル。今回も得意の打撃で決勝進出を果たしたいところです。ワールドタイトルヘビー級に続き無差別のタイトルも奪取できるか。ヘビー級のベルトを引っ提げてエメリア・エンコ・ヒョードルやってまいりました。まだ25歳ながら抜群の安定感を誇りますエメリア・エンコ・ヒョードル。今回のセミファイナルの相手はリー・ハスネルです。第6試合アブソリュート級王座決定トーナメント準決勝5分3ラウンドを行います。青コーナー185センチ 100.4キログラム リングスイギリスリー・ハスネル。赤コーナー182センチ 103キログラム ワールドタイトルヘビー級チャンピオンリングスロシアエメリア・エンコ・ヒョードル。さあアブソリュート級つまり無差別の王座決定トーナメント準決勝の2戦目です。ステップを切ってリー・ハスネルが近づいてきました。こちらは今回 100.4 キロです。リングスイギリス1回戦ゲオルギー・トンコフを飛び膝蹴りで下しました。一方エメリア・エンコ・ヒョードルヘビー級のタイトル保持者です。無差別に挑戦します。1回戦は柳沢を下しました。判定でした。ミドルのタイトルを持ってるんですが、はい、ヒョードルはですねそのミドルで戦っていたウエイトなんですよ。ほとんど一緒です。つまり体重の増減はしなくてヘビーですねやってきた。あごめんなさいミドルですね、はい、あヘビーですね。ヘビーのタイトルの同じ戦いをするつもりなんでしょう。ノーフェイスパンチノーフェイスパンチヘビー級タイトル保持者ですエメリア・エンコ・ヒョードル。まあ、先ほどですね、はいオーストラリア代表のヘイズマン勝ちましたからね、ハステルス もイギリス代表としてですね、なんとしてもこう勝ちたいという8分材料だったと思うんですけどね。そうでしょうね。ただまともにいったらですね、まず勝てないですからね、には、はい、ですからこの前やったようなですね飛び膝蹴りですとか、はい、そういった奇襲攻撃がですね有効になってくると思うんですけど、ね、はい。リーの体重差は 2.6 キロしかありません。重たいのはヒョードルです。首を閉じます。抜けました。スピンヘッドが正解か。頭を押さえつけまして、そして今度は腕を相手の首に押し付けていきます。ハステル2人も実際の開きがあります。25歳ヒョードル、35歳ハステル。飛び いいストレートが入りました。そしてグラウンドに飛んでいきます。突入しました。今のは抜群のタイミング、すごいですね、はい、そして威力もあったんじゃないですか、全く見えなかったでしょうね、はい、ノーモーションでいきましたからね。まともにいきましたよね。エメリア・エンコ・ヒョードル、これがこのヒョードルの強さです。しかしよくハスデルも食らいついています。ダメージ残ってますでしょう、ここはもうディフェンスですね、塞いでいます。少しでも時間を稼いでこの後の展開に持っていきたいところです。ハステル、ハステルとしては立った方が、まだチャンスがありますからね、はい、まあ、ハステルは打撃の人であります。これは腕を取ろうとしてる、腕十字ですね、はい、狙いですね。ご覧のように片膝を立っている。甘くですね、よく随分変わった形からいきましたね。そうですね、あしかも一気に行ってからこれ人体いったんじゃないですかね。後ろに持っていきました、チキンウィングという曲げ方になったわけですけれども、かなり強引に一気に左足、かなり変わった生き方しましたね、リングドクターが入ってまいりましてチェックするわけですか。大丈夫ですか。今のパワーを持ちまして、まあ、タイミングもあったんですけども、あの体勢からあのアームロックはなかなかないですよ、しかも人体を破壊するのはあまりですよね、チェックしたのは画面の方ですね、先ほどパンチによるものかもしれません。さあ本当にこのナチュラルなパワーというのは恐ろしいものを感じさせます。ヒョードル左返ってきます。右をフォローしました。パンチで勝負するのか、突っ込んでいきます。これでスープレックスが引きずり込
込んでいきます。足をかけました。ガードは取っていますけれども非常に苦しいです。ハスデル、ここからのボディパンチの打ち方がですね、あの表情が非常にうまいんですよね。相手の空いてるとこ空いてるとこで打ってるんですね。ハスデルは一つロストポイントです。ノーフェイス、ノーフェイスパンチ、キープアウトウィス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 ウィまた行きますね、アブロック。あ、これまた力でグッと持っていきますか。引きを察知しましてポジションを変えました。ハスデル、ニーベリーもかなり強烈に踏みつけていくという感じです。ボディブロー、すごいパンチだ。すごいですね。相手はこの状態なんですけれども、かなり低い体勢からボディアッパーを持っています。残り時間1分。ハスデルが体勢でかなりの及び腰になっています。サンディングでフロントネックロックですか、これ。いや、力で持ってきますよ、持ってきますよ、持ってきますよ、フロントネックロックか、ゴーか、タップか、どっちだ。試合終了です。1ラウンド4分10秒、タップしたんですね、はい、いやいや、万全の体勢でリングの中央まで引きずってきたところでもうタップしました、リー・ハッセル。まあ、これはもう勝てないと悟ったんですよね。でしょうね。勝ちました。圧倒的なパワーの差がありました。決勝大会に進出いたします。これでエベリア・エンコ・ヒョードルが決勝に進みまして、先ほど勝ちを収めたクリストファー・ヘイジマンと対戦することが決定いたしました。これヒョードル、今の両試合見ただけではヒョードルかなり、そうですね、2階級制覇いきそうですね。いきそうですね、濃厚ですね。本当に今リングスで一番強いんじゃないですかね、ヒョードル、はい、とんでもない強い男であります、エメリアンコ・ヒョードル。そこが見えないですよ、はいはい、力実力のですね、苦しいところ、この試合は見せませんでしたもんね、まさに底なしの状態、エメリアンコ・ヒョードル。決勝戦ではクリストファー・ヘイズマンと対戦いたします。ようやくここで笑顔が出ました、ヒョードル。ヒョードル強し、港横浜のファンの皆さんもあぜんという瞬間でありました。